心療内科医他教がお送りする心身症チャンネル。今日は心療内科の初心すべて見せますということでお話をしたいと思います。本日の動画を見ていただきたい人ですけれども、今現在ですね、心療内科にかかっているという方、この方はおそらく見なくてもいいんじゃないかなというふうに思います。でむしろこういう方ですね、一つ目がこの心身症で他の診療科にかかっているけれども、治療が今一つうまくいっていないと。 いうふうに感じる人、感じる患者さん。でお2つ目が、ですねなんとなく心身症ではないかというふうに感じているけれども、心療内科を受診すべきかどうか、まだ悩んでいる状態の方。で3つ目が、ですねかかりつけの先生にですね心療内科を受診するように勧められているんですけれども、やっぱり心療内科に行くということに抵抗があって、具体的にどういうふうな診察をされるのかっていうのが分からないということで、行けていないという、こういう方を。 に今日の動画を見ていただきたいというふうに思っていますはいで。今日の動画ちょっと長くなるんですけれども、えー、まず結論としてはですね診療内科の初心はほぼ〇〇と同じという話をもうすぐにしますで、ただ〇〇、えー、との違いというのが、まあ 3つぐらいあるかなというふうに思ってまして、1つ目が診療の時間ですね、2つ目が処方の出し方、3つ目が説明の仕方という感じで、こういったお話をします。で診療内科の初診ですけれども、これ、ほぼ内科と同じです。 これを聞いてですね、まあ、親と思った方は結構感の鋭い方かなと思うんですけれども私の今までの動画でお話ししているように心療内科というのは内科ですので、まあ、当然のことなら内科と同じというのは、まあ、言ってみれば当たり前の話なんですけれどもよく間違われているその精神科との違いとかですね、この辺がごっちゃになっている方の場合には心療内科は内科と同じですかという感じのことを実際の外来でも聞かれたりします。 なので、この辺の話を今日していけたらいいなというふうに思っています。はい、で心療内科の初診はですねえ、順番に言いますと、まず問診票を記入していただきます。これ、内科と同じですね。で続いて問診。これ、我々の業界では医療面接と言いますけれども、まあ、お話を聞くんですね。 でちょっと3と4に一緒に出てしまいましたけれども、まあ、3番目が診察、普通にお体の診察をする。これ、専門用語では理学所見といったりもしますけれども、まあ、普通の診察ですね。で4番目、各種の検査、まあ、血液検査であるとか、レントゲンとか、そういったような検査、ね。で、えー、病状をご説明して、で最後に処方をするという、こういう一連の流れになっていまして、これだけ見るとですね、別に診療とつかなくても、普通の内科でもこういったような診察の。 特に初心療内科の初心ですけれども、まあ、今日ちょっとお話しする内容として2つお断りがあってですね、1つ目は先ほどもちらっと言いましたように心療内科の初心っていうお話をですね、今日するんですけれどもこれは心療内科の初心であって 精神科の初診ではありません。なので、この辺の心療内科と精神科の違い、ですねこれが分かっていない方は、ちょっと詳細欄に別の動画を上げていますので、そちらをまずご覧になってから、こちらへ戻ってきていただけたらというふうに思います。で2つ目は、ですねこれ、施設によって結構初心の形が変わります。で例えば、心理師さんがいらっしゃるとか、ですねいらっしゃらないとか、あるいは大学病院、総合病院。 あるいは個人のクリニックで診療内科をされている方もいらっしゃると思うので、かなり施設によって診療の方とか時間ですね、いうのは変わるということはご認識していただきたいというふうに思います。はい。というわけで、順番に1から6まで解説していきたいというふうに思います。まず、問診票の記入ですけれども、施設によって結構いろいろありますけれども、問診票、 私が個人的ににいいている問診はこううったよなな形になります。ちょっと字が小さくて見にくいと思いますけれどもまずこの左上ですね症状についてかなり詳細に聞く項目がありますでどいつからどういう症状で困っているかとかですねあとはどのくらい困っているかとかでどういった時に症状が起こりやすいあるいはどういった時に起こりにくい楽になるかとかですねどういう頻度で続くかとか でその症状に関してのご自分の解釈,解釈モデルって我々言いますけれどもどういうふうに考えているかということあるいは周りの方がどういうふうに、えー、反応されているかとかいうことは聞いたりします良くなる見込みとかですねあと体,の心体と心のバランスですねどう,うどういうふうに考えているかという項目がまず1枚目にあります。 で、2枚目以降はですね、その他の症状とかそれ以外の項目がありますけれども、えー、例えば食欲とか体重の変化とか睡眠、肺便ですねこういったところは聞いたりしますでお薬に関してはまあ普通の内科でも聞かれるかなと思いますで、これ今までのお病気とかご家族のお病気ですねこういうの辺も内科で聞かれるかなと思います。 でえー、特徴的なのがこの、えーと、この部分ですね、あとこの部分ですね、が心療内科の問診票に比較的、えー、特徴かなというふうに思いまして、1、えー、つ目はこの生育環境とか生活環境ですね、こういったところを入念に聞いていきます。この辺はちょっと精神科の問診票と似ている部分があるかなというふうに思います。であと最後ですね、このストレスについてとていうところで、心、えー、療内科は、 何回もお話してますように、心身症というのを主に見るかで心身症というのはストレスに関連したお体の病気のことを言いますので現在、まあ、感じている感じていないは別としてストレスに関しての項目をこういったような感じで現在感じているストレスについてとかあるいはストレスに対してですね、今までどういうふうに対応してきたかということを書いていただくような問診表になっています。 で続いて問診ですね。普通のお話を聞くということです。これま問診表で結構入念に、えー、書いていただく方もいらっしゃるので、まあ、その辺は、えー、まあ、問診表が書けている度合いによるかなと思うんですけど、その辺をより具体的詳細に聞いていくというふうなことになります。で、問診表に書けていないことがあればその辺を 確認するという形ですねで、えー。同伴の方がいらっしゃる場合ですね、これはちょっとケースバイケースによるんですけれども、まあ、一緒に診察室に入っていただく場合もありますし、まあ、多いのは別々にまず入っていただいて、患者さんだけ入っていただいて、同伴の方は別に、えー、診察室に入っていただくという方が多いかな、パターンが多いかなというふうに思います。はい、続いて診察ですね。 これ一般的な基本的な診察は行いますただ心療内科に特徴的な部分としてですね、こういう筋肉の緊張が高い方とかですね、あるいは交感神経が過緊張と我々言いますけれども交感神経が高ぶっているような体の所見ですね具体的には例えば脈が異常に速いとかですね、手に汗をものすごいかいているとかですね、そういったものを交感神経の 課金帳の所見というふうに言ったりしますけれども、そういったものを見たりします。で、えー、必要に応じてですね、この東洋医学的所見といって、いわゆる漢方を出す場合の診察ですね、具体的にはこの脈を見たり、舌を見たり、腹を見たりとかっていうことをするんですけれども、こういったのをあの普通の診察に加えてやったりもします。で、4番目、検査ですけれども。 基本的な検査はあの、例えば血液検査とか、あとレントゲンとかですね、X 線とかっていうのは行います。ただ、診療内科に来る前にですね、別の内科がかかってきてるっていう方もいらっしゃるので、そういった場合には、えー、そこでやっぱ検査結果ですね、すべて持ってきていただいた方が、検査の二度手間にならなくて済むということもあります。なので、そこは重複しないようには注意しています。 で必要に応じて、ですね、他の検査を追加したりします。これは例えば、大腸カメラであったら、消化器内科の先生にお願いするとかっていう場合もありますけれども、あとは呼吸器の検査をするとかですね、こういったやや、えーまあ、普通の検査ではない検査を追加したりすることもあります。はい、で5番、病状の設定ですけれども、今までまあ診察してきて、問診、診察。 おかえらの診察ですねで、あと検査をして、これ、それぞれの結果の説明を当然ながらしますで。推定される病名ですね、もともと病名がついているっていう方は、その病名でいいかどうかっていうことになると思うんですけれども、病名がついていない場合には、おおよそ推定される病名の通知を行います。 で3つ目として、ですねこれちょっと後から述べますけれども、考えうる病態仮説の提示とか共有を行ったりもします。これ、必ずしも初心で行うというわけではないんですけれども、この病態仮説ってあまり聞き慣れない言葉で難しい言葉かと思うんですけれども、これは、えー、と病気がどういうふうに起こっているかっていう、まあ、仮説なんですけれどもね、えー、病ストレスが原因で、そこからああだこうだなって、どういうふうに症状が出ているかということを具体的に 提示したりしますただ、これはですね、まあ、検査で明らかに言えるという場合もありますし、えー、検査結果で、ですね特に初心の場合、検査結果が全て出っているというわけではないので、まあ、あくまで仮説として、今日のところはここら辺までのことは言えるかなということを提示したりすることもあります。で、6個目が処方ですね。で処方に関しても ま,あまず基本的な処方ですね、普通の内科で処方されるような、例えば下痢に対しての下痢止めとか、お腹痛に対してのお腹かのまあ痛み止めですね、あるいは咳止めとかですね、そういったような処方は、普通に心療内科でも行うことが可能です。でえー、場合によってですね、これ前例ではないんですけれども、必要に応じてこういう、えー、これ、抗精神薬と読みますけれども、えー、精神に作用するようなお薬、例えば、まあ、いわゆる安定剤であったりとか。 抗うつ薬の部類であったりとかっていうような、えー、そういったような、えー、精神に作用する薬も出すことがありますただ、えー、これご注意いただきたいのは必ずしも全,全員が全員に出すというわけではありませんのでご注意くださいで、えー、もう一つはですね先ほども言いましたように場合によって結構漢方薬を使われるっていうことが多いかなというふうに思いますなので、えー、先ほどの診察のところで言いました、まあ、東洋医学的な所見ですね 脈を見て、舌を見て、お腹を見てとていうことをする場合には、まあ、この漢方薬を出すつもりで、そういう診察をしているという,ふうなことになります。というわけでもう一回まとめると、診療内科の初診というのは、こういう順番で問診票の記入ですね、で問診、お話を聞いて、診察をさせていただいて、検査をしていただいて、 病状の説明、あるいは病名の説明で処方をするということになったりします。でえー、そうすると、これ別にあの先ほども言いましたように、診療とついていなくても、普通の内科の診察と大きく変わりないかなというのはお分かりいただけるかなというふうに思います。でただですね、内科との3つの違いというのがあって、1つがこう診療の時間ですねで、2つ目が処方の出し方で、3つ目が説明の仕方になります。 なので、この辺ちょっと一つずつ解説していきたいというふうに思います。まず、診察の時間です、えー。初診の場合ですね、初診は基本1時間の設定になっている施設が多いかなというふうに思います。ただ、私自身もですねいろんな施設で経験してきていて、1時間取れる施設とです、ね、当然取れない施設があるので、 えー、もっと短くなるということもありますただ、えー、今までのこのな全体の流れですねを全部やろうと思うとやっぱり最低限は30分は必要かなというふうに思いますので、えー、あとまあ問診票の記入時間ですね問診票の記入とかも含めるとやっぱり初診の場合には1時間ないし1時間半ぐらいを見て病院を受診していただくのがいいかなというふうに思いますで2つ目はですね えー、処方の出し方ということで先ほどお話ししましたように心療内科ではまあ普通の、あのーまあ、一般的なお薬も出すんですけれどもそれ以外に抗精神薬という精神で作用するお薬というのが出されることがありますでですねこれ結構まあ普通の、あのー、お薬でもですねお薬の飲み忘れとかですね飲まなかったっていうのは結構多い とということが知られれてますけれども特に精神に作用するそういうい向精神薬といった部類ですねはお薬の飲み方が非常に大事なんですね。なので、まあ、もちろん薬局などでもですね薬剤師さんに指導していただいたりとかするんですけれどもこちらの方でもです、ね、ラス手法に関してはあらかじめ作用どういうふうに飲むかとかですねあるいは副作用に関してもあらかじめ説明することが多いですね。というのは副作用で飲めな という,ふうになるとですねそのお薬の薬効が出てるのか出てないのかはっきり分からないということになってしまうので、えー、副作用があっても、えー、自然に慣れてくる馴染んでくるっていうお薬もありますのでこの辺をあらかじめ言います。でえー、あと飲み方のあのた飲むタイミングとかですねあるいはお酒と一緒に飲まないとかですねこういった飲み方の説明を結構入念に行うというのが、あのー、特徴かなというふうに思います。 で3つ目が説明の仕方ですね。先ほどもちらっと言いましたように、この病態仮説っていうのが一番心療内科において鍵になるところで、まあ、日頃のストレス、まあ、これご自身で自覚している場合と自覚していない場合といろいろありますけれども、まあ、どういうような形で病気が起こっているのか、あるいは症状が起こっているのかというのを患者さんと一緒に確認するというのがこれ非常に大事になります。なのので、で例えばですね、もう普通の 一般的な内科の例えば肺炎があるとかっていうのはレントゲンで見て、えー、とか採血上で炎症の数字が高いとかっていうことで、まあ、明らかに分かりやすいものがありますよねなのでそういうのでこれは肺炎ですねっていうふうに言われるかと思うんですけれども例えばまあ代表的な心身症の一つである過敏性腸症候群ですね過敏性腸症候群ではあの一般的な検査で異常がないっていうことの方が重要なので。 この異常がないということをいろいろ言った上でそれでもお腹の動きに問題があるので、えー、過敏性腸症候群だろうという、まあ、要は心身症と、ね、いうような診断になりますのでこの辺をです、ね、入念に説明を行うことが多いです。 でえ2つ目は、ですねそういった場合のこう生活指導、ですね生活の工夫というのも、あのー、説明に入ってきます。でこれ、まあ、人によってかなり様々なので、どちらかというと患者さん,患者さん自身が、えー、どういうふうにやっていただくのがいいかなというのを、まあ、一緒に考えるという意味合いの方が大きいですけれども、なので、まあ、ちょっと指導というと、語弊があるかもしれませんけれども、まあ、生活の工夫ですね、そういったところは一緒に考えさせていただくことになります。 であともう1個言い忘れましたけれども、心療内科っていうのは、心理療法っていうのを用いたりしますので、そういう心理療法の課題の、えー、提示とか、ですね課題を、まあ、一緒に考えたりっていうことを、えーしんえー、この説明の段階でやっていくこともあります。はい、というわけで、まとめになります。えー、結論としては、心療内科の初心っていうのは、まあ、ほぼ内科と同じかなというふうに思っています。 で内科との3つの違いに関しては1つは診療の時間ですね1時間以上は、まあ、初心でかかるだろうということを覚えておいていただきたいのと、まあ、処方の出し方ですね、まあ、処方特に向精神薬精神に作用するお薬をしっかり飲んでいただくために、まあ、あらかじめ飲み方とかです、ね、作用副作用に関して説明するということで3つ目は処方あ説明の仕方ということで特に病態仮説を あの共有するっていう部分これが一番重要ですのでここに関して換算によくご理解いただけているかどうかを入念に確認しながら説明をするということになってきます最後に1点だけお知らせです心身症なんて怖くないというこちらのブログをやっています詳細欄にリンクを貼っておきますのでもし興味があればご覧になってくださいあとこの心身症チャンネルではですね皆さんからの 心療内科あるいは心身症に関する疑問や質問を大募集していますコメント欄にコメントをいただけたら嬉しいですでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました